黄色と青の絵の具を使ってツタの葉っぱを塗ってみましょう。まずは端ペンを作ります。斜めに切り落としてある割り箸を使ってください。墨は少量入れます。そこに水を足して薄墨にします。まず白い紙に試し書きをします。これは裏紙で構いません。横線を引いてみたら、次はギザギザの線やくねくねの線を書いて端ペンに慣れましょう。端ペンの扱いに慣れたら、今度は木のツタの葉っぱを描いていきます。10センチ角の画用紙に描いていきますが、どこから描き始めても構いません。自分が描きたいところからよく見てゆっくり描いてください。動画では早送りにしていますが、ゆっくりと葉脈も見ながら描いてください。色が変わっているところは、さらに水で薄めた薄い墨を使って描きましょう。形が描けたら、今度は名前と日付も書いておきましょう。墨が溜まっているところはティッシュで軽く押さえてください。水入れに水を足します。きれいな水を出してください。いらない紙を折って紙パレットを作ります。これがパレットになります。青い絵の具と黄色い絵の具を少しだけ出します。少し出すためには、絵の具のチューブの先を紙に押し付けるようにして、拭き取るようにして出します。筆に水をつけたら、薄い黄色の方から、絵の具を取って少しずつ青を混ぜていきます。葉っぱに近い色になったなと思ったら塗っていきます。色は混ぜながら少しずつ変えながら塗っていきましょう。全体を大きく混ぜずに、紙パレットの上では小さな塊を作りながら混ぜていきます。塗り終わったら、絵の具がついた面を内側にして捨てます。こうすると汚れません。筆は水入れの中でしっかりと洗ってください。そしてティッシュなどで水気を取ります。水入れの水を捨てたら片付けの終わりです。台紙に貼って仕上げましょう。